はい、こんにちは。ゼムテックの田口と申します。今認証系認証系ときましたけども、我々のソリューションも認証にも使えるんですが、本業はデータの保護です。データ保護、無意味化ということをソリューションを使ってデータを保護します。秘密分散っていうのをご存じない方はどのくらいいますか？ご存じある方はあんまりないですね。ご存じない方が多いんですね。ではちょっとやりがいがあります。秘密分散と秘匿計算というお話をします。秘密分散は、今まで先ほどお二人もですね、ID パスワードのお話をしました。 ID パスワードは危ないです。データを守るということは、言語に鍵をかけて鍵をパスワードにしてパスワードを管理する、それを管理しているのは人間ですと。使い回したり覚えやすいものにしたりメモにして貼り付けたり、パスワードは危険ですねというところで情報漏洩の、リスクがあります。でところが、我々の無意味化ソリューション全部、秘密分散の AONT というテクノロジーを使っているんですが、 AONT は、情報そのもの、データそのものを、暗号化した上で分散管理します。分散管理、その分散したものが複合しないとデータになりません。簡単に言うとですね、シュレッダーをかけてデータにシュレッダーにかけてシュレッダーしたものを別々に管理します。よってそちらで一辺ですね、断片で言いますけど、断片を持ってかれても情報にはなりませんので無意味化と言います。要するに情報漏洩に対するセキュリティが不要になります。盗まれてもいいんです、持ってかれてもいいんですという状態にします。よってここでは、くっつかないといけないっていうところで認証とか ID パスワードが不要ですとか大幅なコスト削減、それから、情報漏洩に対するセキュリティが、管理上の、ところを注意しなきゃいけない、セキュリティが不要になりますというところで、今特許は15件取得しておりまして16件出願中です。米国韓国含めて、で我々のソリューションは、個人のデータを守る PC で、あとサーバーのデータを守る全部法マイスター、それから、伝送状態にあのデータを守る全部法デリバリーというものがあります。昨今一番売れているのが、PC、持ち出し PC のデータを守りましょうというところで、PC と今これもそうなんですけども、PC のデータと今分散編が私スマホに入っています。このスマホにこれが今 Bluetooth 接続されていますので PC になっています、データになっています。ちょっと時間あったら後ほど切っちゃいますけど、切ると分かると思います。で復元された情報が分散された、分散片が集まると情報になります。で分散片が切れると、仮想ドライブっていうんですけど、仮想ドライブが外れて PC 上にデータが存在しなくなります。要は落としてもいい PC ができます。この中でもユーザーさんもいるんですけども、一番多いお客様は VDI のお客さんというのは、サーバーのデータを転送して持ってきますので、こちらに PC にデータありません。PC にデータがないので落としても安全なんですけども、セキュリティ上はいいんですけども、オフラインの便利があります。オフラインの時は転送できませんので、どうするんだというところで、富士通さんは社内導入でもう数万ライセンス入ってますけども、オフラインの時には富士通さんは USB を挿すとファット PC になります。で他の H 製作所さんとか NTT ホニャララさんとか、ちょっと一番多く入っているのが VDI との共存です。で今 VDI を入れたいっていうお客さんは、セキュリティの文脈で入れたいというお客さんは 100% 勝利しています。それから暗号化、 ID パスワードをやめたいというお客さん、あと遠隔消去はデータが飛んじゃうので、我々のデータ飛んデータっていうか無意味化してますので、データ消す必要はありませんので、というところで、ユーザーさんが増えております。で今月発表しましたけど、一辺を、クラウドに固定にしてあげますという、全部バーチャルデスクトップというサービスを、サブスクモデルで月780円で発表しました。来月から、ベータ版で試使用が可能です。一辺がこれはだからオフラインではなくてオンラインになった時に接続できます。
で、こういうデバイスの管理は不要です。それと、また盗まれた場合、落とした場合においてはクラウドにアクセスして、セッションを切りますということができます。落としましたら。で、クラウド上でログも管理してますので何をやられたかも分かります。ということで、情報漏洩をさせない、サブスクモデルの発表を今月をいたしました。クラウドとつなげてユーザー間のデータにします。で、サービス未接続時は断片ファイルしか存在せず、こちらの端末は、無意味化されたものしか入ってませんので落としても大丈夫ですよと、ユーザーにデータ漏洩させないソリューションですということで、製品もあるんですけども、これをエンジンとしてご提供してまして、メーカーさんもいらっしゃると思いますけど、まず IoT デバイスに入れることによって、データを無意味化しますので盗まれてもいい状態にします。まあ、分散するんですけども、ここで大幅なコスト削減をさせているユーザーさんがありました。あと、これは日立システムズさんですけども、海外データ転送の電化ということで無意味化して転送します。盗まれてもいいです。究極のところ、専用回線が不要になりますということをやってます。あと、他に AI、ビッグデータ、認証、決済、制御系など様々な分野で今、協業していこうと、競争していこうというお客様が増えつつあります。ということで、暗号化市場、仮想化市場、遠隔消去市場等々で、破壊的イノベーションを起こしていきたいという熱い思いで今営業活動を行っております。それからもう一つ、秘密分散という形で、無意味なものにして分散して管理しましょうと申しましたけども、秘匿計算、という、プロジェクトを昨年度から産総研さんと一緒に、競争しています。一緒にプロジェクトを動かしています。これは、後ほどイグリスさんも同じような話をされると思いますけども、暗号化の場合は復元するところが、暗号化はパスワードで解いて復元します。そこが情報漏洩のリスクがありますねと。で、この秘匿計算はずっと秘密分散したまんま指則演算計算しますので、どこで取られても、無意味なものですということで、情報銀行系とか利活用系がこの左側ですね。それから汎用依頼計算サーバー屋さんというのが必要になります。それは当社であったり大手、ソフトウェアメーカーであったりしますけども、そこにユーザーさんは別々 の無意味なものを送って、汎用依頼計算サーバーとサービス提供者側で、秘匿な回線を使いながら計算をして、新しい情報を得るというところで、情報銀行系とか利活用、医療分野、企業間取引、軍事機密とか暗号関与に特化したまま認証するですとかっていうところに使われます。これからのテクノロジーです。後ほどイグリスさんがアプリケーションレベルでお話しされると思いますので、ご期待してください。ということで、産学連携も非常に活発に行っておりまして、先ほどのワーキンググループさんには結構参加しております。それから産総研さんとは一緒のプロジェクトを動かしてますし、 NICT さんとも一緒のプロジェクトを動かしてます。秘密計算でようやくここに来て、 SIP の国プロにおいても秘密分散ということで、RFP に書かれるようになっていまして、3つのプロジェクトが今 SIP で稼働しています。その中のサタイエティ 5.0 においては NICT さんと一緒に当社も落札、参加しておりますというところです。情報を無意味化することによって、もうセキュリティを不要にしたい、そういうところで新規を乗らせたくないというふうなにやろうということで、そういう社会の実現を目指しています。ありがとうございます。以上です。